兄様チャンネ ル, ンネルこんにちは、兄様です。今日はクルセイダーピストルのねレジェンダリークラフトをやっていこうかと思ってます。一応やっていく本数はですね15本やっていきましょう。でついてほしい効果としては爆発とあとバッツクリティカル、どちらでもいいですね。その2つがついてくれればいいかなと思ってます。一応ね爆発がついたものっていうのはまあ前回のねクルセイダーピストルのレジェンダリークラフトの時に出たのは出たんですけど貴族だったんですよね。で今キャップがなくて全く使えない状態で今回はタイアーマーとかチヌレとかジャンキーとかねそういうのについてくれたらいいかなと思ってます。で第3効果に関しては AP の消費が結構大きいんで AP 減とかついてくれたらいいんですけど、まあそんなね完成品みたいなものは出てこないと思いますけど、まあ、爆発バッツクリティカルどちらかがついたねタイアーマーチヌレジャンキーを目指してやっていきましょう。それではやっていきまーすよ。はい、クルセイダーピストル15本用意したんで今からやっていくんですけど、ほんとね、爆発のついたやつでタイヤーマーチヌレジャンキー、そこら辺がほんと出てほしいかなと思ってます。じゃあ1回目いってみましょう。ハンターか、射速重量減いらないですよね。結構ね重量は軽いやつなんで重量減はいらないと思う。はい、2回目ですね、いきます。あ、血濡れ出たけどリロ速と AP 補充か、ちょっとこれは使わないかもしれないな。はい、3回目ですね、いきます。ミュータント照準中ダメージ、これ照準中ダメージ効いてないかもしれないですよね。で照準中移動速度、これやばいかもしれんな。ちょっと3本目、爆発まだ入ってないですもんね。じゃあ4回目いきます。あ、爆発入ったけどサプレッサーか、サプレッサーはいらないな。しかも重量減までついてますね。重量減つきやすいかな多分。5回目いきます。タイヤーマー V ダメと照準中移動速度か、いやーちょっとつらいな。狙ったもんが入ってくれないですよねやっぱり。6回目いきまーす。猛烈 AP 補充と重量減、重量減ばっかりやな。ちょっとここはやばいかもしれない。はい、7回目ですね、いってみましょう。エース AA ラストショットステルスフィールドいらない、これはほんと使い道がないと思う。はい、8回目ですね、いきまーす。忍び寄るもの照準中ダメージ、いらない、これもいらないですね。今回ハズレばっかりですね。9回目ですね、いきまーす。ミュータントスレイヤー射速リロ速、あ、これは結構使えるんじゃないですか。あ、ミュータントスレイヤーか、使えんか、ミュータントだったら使えたかな。はい、10回目ですね、いきまーす。グルマンズ V ダメバツ、あ、 AP 消費減出たな。ただ上と乾きか、これは使わないかな。11回目ですね、いきまーす。あー、いらない、上と乾きバッシュダメージリロ速、本当にいらないな。12回目ですね、いきまーす。いらん、先導か、ちょっと待って、やばい、あと3回しかないよ、どうするこれ。はい、13回目、いきまーす。暗殺者爆発、もういらないのにつくな、つらいぞこれ。あと2回いきましょう。14回目ですね、いきまーす。貴族ラストショット重量減いらない。さあラストにちょっとかけていきましょうか。はい、最後15回目ですね、いきまーす。おっと、これはいいんじゃないか、最後出たね、ツーショット爆発。まあリロード耐性がちょっと違うのだったらよかったんですけど、ツーショットの爆発だったら使えると思う。よかった、兄様チャンネル。
はい、じゃあね、15回終わったんですけど、まあハズレばっかりだったんで見せるものがとりあえずないんすよね。ないんですけど、ちょっと3本ぐらいね見ていきましょう。まず最初、血濡れのねクルセイダーピストルですね。これ第2第3効果がちょっとしょぼかったんで、これは使えないかな。リロ速自体は良かったんですけど、 AP 補充がね他のものだったら良かった。次タイヤーマーですね。V ダメ、これも V ダメも使えないですよね。照準中移動速度も使えないんで、まあタイヤーマー自体は強いんですけど、これもね第2第3効果がダメなものだったんで外れですね。で3本目、2ショットクルセイダーピストル、これはむちゃくちゃ嬉しかった。クルセイダーピストルのね爆発って結構強いんですよね。100ちょい出るんで、まあ2ショットで爆発が2つつくってなると結構なダメージは出していけるんじゃないかなと思ってます。はい、15回ねやったんですけど、まあ外ればっかりでちょっと辛かったけどね、最後2ショットのね爆発出てくれたんで良かったと思います。本当にねクルセイダーピストルの爆発って結構ダメージが出てくれるんで、あの2ショットでどれぐらいダメージが出るかっていうのをね今後動画にしていけたらと思ってます。まあ興味のある方はねチャンネル登録お願いします。それではまた、兄様でした。